それは分かってる。京介ちゃん、今日の夜は暇？なら聞きに来てよ。なんでってこともないけど、つまり遊ぼうよってことで。どうする？家もう近かったよね。私付き合おうか？そう？いいの？わかった。じゃあバイバイ。また後でね。積もらないといいけど。そうかな。今だって作ろうと思えば作れるんじゃないの？作ろうとしないだけで。こんばんは。こんばんは。はい、その参考書。今からその受験対策と思って。木下君はもう将来の夢も決まってるんだって。弁護士です。国さん。はい。その。何？気になっていたんですが。事件があったそうですね。家の近くで。大丈夫でした。なんかその怪我とかは。それは全然。そうですか。そのよかったです。心配だったんです。
あと、そう、それじゃ僕はこれで。うん、バイバイ。ちょっと困るけど。努力家みたいだし、いつかは弁護士になっているんじゃないかな。まだ降ってるもんね。コーヒー？寒いならココア？ご飯とかってもう食べた？エマが作ってくれてるんでしょ？やっぱ美味しい？一生懸命に練習したってこと？私は京介ちゃんたち、通りさん家にお世話になってたんでしょ？ご飯とか。まあね。なのにエマ、そんな努力して料理なんか覚えたの？迷惑か。なんか他人行儀だね。そんな中でもないんでしょ？まあそりゃあね、私も一人暮らしするようになってから料理のスキルがどれだけ重要かって身に染みて分かったから。しなければな。跡が残ってないし、そんなでもなかったとは思うけどね。ただ血がドバドバ出ちゃって。私血とかもあんまり好きじゃないし。プロレスファンとか？ううん、だって血だるまになって戦ってる印象があるから。うん、マジで。
コーヒーのおかわりは？売れ残りのクッキーもあるし、食べる？エスプレッソとかどう？苦い方が好きなら、そっちの方が美味しいかも。鋭いね、京介ちゃん。実はちょっと話したいことがあってさ。まあ普通におしゃべりしたいってのももちろんあるけどね。コーヒー入れるよ。本当にエスプレッソにする？ずっとずっとみんなには内緒にしていたことなんだけど、けど誰かに言いたいような気がして、でも気軽に言えるようなことじゃないし、それにもちろん誰でもいいってわけじゃないし、つまり、愚痴に似てるのかな。愚痴じゃないんだけど、誰かに聞いてもらいたいっていう、そういう感じ。だから、それを京介ちゃんにお願いしたいんだけど。ありがとう。変なことだし、あんまりびっくりしないでほしいんだけど、心構えできた？私ね、医者に通ってるの。ここの だから、心の医者。やっぱ、びっくりした。そりゃそうだよね。まあ医者って言ってもそんな大層な治療を受けてるってわけじゃないんだ。話を聞いてもらっているだけで。だからカウンセリングってことになるのかな。
薬とかも出されているわけじゃないしね。抗精神薬とかいろいろあるみたいよ。先生が言うには日本人は構えすぎだって話だけど、つまりそういう精神的な医療について。けど理屈はわかるけど、アメリカ人になれるわけじゃないしね。でも最初はびっくりしちゃった。びっくりして怖くて、まあそうでもなきゃお医者さんにかかろうなんて思わなかったと思うけどさ。驚きの事実第2弾いくよ。幻聴が聞こえるの。まあ先生が言うにはいわゆる幻聴とはちょっと違うってことなんだけど、とにかく妙な声が聞こえて、それで通うようになったってわけ。して現役バリバリってところ。学校とか行っているときは全然聞こえないんだけどね。夜寝る前とかそういう一人の時かな。それでね、このことについて京介ちゃんにお願いがあるんだけど。京介ちゃん、マージで過去が見れるんでしょ？その中で私のこと観察してくれないかな。昔の私に何かの兆候があれば直す役に立つかもしれないからさ。